藤原道信は、平安時代中期の貴族、家人。藤原北家、大城大臣。藤原た光の三男。家には、十四以上、左小野絵中将。中古三十六河川の一人。一条朝初頭の勘な二年摂政になったばかりの叔父、藤原兼家の養子として、死刑者にて原服して、十五以上に直除され、同年自重に任ぜられる。 カンナ三年生五位下、右表餌、永遠二年十四位下、左この絵少将、省略二年左この絵中将に助任されるなど武官を、歴任。この間の英祖二年養父、喧嘩を、省略三年ジップ、ためみつを相次いで失っている。省略五年正月には、十四位上二次されたが、同年七月十一日即居。去年二十三。非常に若にで、 奥ゆかしい性格と評されたという。化粧し恋文を送った演史上が、藤原さねすけに化してしまった後に読んだ和歌が、大鏡に伝わる。また、藤原均藤、藤原さね方、藤原信方らと親しかった。周囲和歌集以下の直線和歌集に四十九首がいる、首している。歌集に、道信、阿村州がある。明けぬれば、 くれるるものとは知りながらなほうらめしき朝ぼらけかな。五州岩下い恋かしゅうこに672、中古河川36人伝による。藤原道信阿あに関するカテゴリー。ありがとうございます。